かりますはい、じゃあ開始しますお願い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 します。ドキドキするな。待っていいんだよ、パルさん、さんね。始まりました。クルー、RM さんは白っぽいかな。ロブさんが怖いね。ロブさん怖いね。マイ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 、動きが怪しいぞ。マイマイ、じゃあ八雲さん怖い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 、全然全然タスクができねえ。ちょ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 い、この辺みんな集まってるから。ロブさんが怖い、ロブさんが怖い。違うっぽいか。マリコさん、あ、RM さんがいるから大丈夫か。一個、はい、じゃあじゃあ、怖い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 。もう、うわー、もう死んでる。ちょっと待って、ちょっと待って。あのさ、早いっすか？ねえねえ、何してた？マシュリーさん。早いよ。マシュリーさん。どこで配信主をやるか。なかなかのハートの持ち主だな。最初、こんばんは。最初、アッシュさん、はい、真ん中の何でしたっけ、うん、カフェテリアでやってて、カフェテリア、そうそう、で、うん、私そのそこにネックさんが来て、うんうん、なんかわちゃわちゃして、うん、でそのあたりで別れたのかな、うん、で私はアドミンに行って、うんうん、そしたらそこに RM さんがいて、うん、あと誰が来たんだっけ。ネックさん誰か、スラミも僕もアドミンに来たんですよね。でおおるおると思って、あの、うん、カフェテリア方面に行こうとしたら、うん、アシュさんは、RM さんがなんか見てる。カフェテリアで死んでた？話していいですか？はい、お願いします。はい、どうぞ。エレクトリカルで、亡くなっていたんですけど、その際、ストレージからエレクトリカルに行くときに、ヤクモさんとマイマイさん2人がすれ違ったんですけど、ちょっと、そうそう、あれね、怪しいかと思うんですが、あの、うん、あれ僕ちゃんと説明するね。まずカフェテリアからウェポンに入って、で、はい、ウェポンでタスク終了して、うん、O2 で消費し終わってナビゲーションで終えたのね。でそのままシールドを通って、ストレージ方面に行こうとした時にマイマイさんがなんか不審な動きをしてるように見えたのよ。で、おいおい怖い怖い怖いって思って、いやいやマイマイさんこっち来ないでよ、こっち来ないでよってやってるうちにさっきの死亡の報告が上がってきたって感じ。うんうんうん、確かにマイマイさんは結構なんか人見てるような動きはしてて、そう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 、序盤もそうだったんですよね。思ってた。あの説明させてもらうと、僕も、うん、あのシールドとコミュニケーションのところで、うん、まあ、タスク終了して、でストレージに行った時に、うん、ちょうどストレージの下の方にアシュリーさんがいたんですよ。ああはいはい。で動いてなかったので、うん、おやおかしいな、だから殺した、そうそう、だから殺した、だから殺したんだな、怖いということですね。あの、うん、じゃあ、うん、カフェテリアに上がっていこうとした時に投票までさんとすれ違ったんです。終了まで俺じゃねえ後悔するなよあ、これで平和になったかもしれない。これで一人減ったかもしれないからね。うん、はい、ビュッと。まいまい動き怪しかったけど、なんか違う、ヤクモさんが怪しいんだよな。ちょっと、ヤクモさんはでもミッションやってるっぽい。多分 RM さんは白だから、マリコさん怪しいんだよな。
怖いな。怖いな、怖いな。ちょっと、マリコさんをつけるか。ちょっと RM さんと一緒に行動しよう。なんかマリコさんが白角取ろうとしてる動きっぽいよな。これ何？わからんわからん。これ何？どうすんのこれ。え？わからん。これどうすんの？怖い怖い。マリコさん怖い。ちょっと逃げる。マリコさん怖いな。なんかね、タスクをやってるような感じだけど、めっちゃうお。RM さんを追いかけてたら、で RM さんが倒れてて、砂肝さんとすれ違ったので、おそらく砂肝さんがやったんじゃないかと思います。違いますよ。でも砂肝さんが報告してるんだ。砂肝さん通り過ぎてから戻って報告してるんで、砂肝さんが怪しいなと私は思ってます。いや僕もね、砂肝さんの動きがちょっと怪しいっていう、なんかね、ちょっと通路の角に隠れるような感じでちょっと見てる風刺があってまあ同じ意味でネックさんもちょっとなんかそういう節があったんだけど、砂肝さんはね、明らかにこっちを見てる雰囲気があったのよ。ネックさんは捜査官の問題だと思いますよ。殺されなかったと思ったので、ネックさんは大丈夫じゃないかな。僕はね、失礼ながらマリコさんかなと思ってたんですよ。あ、僕は今マリコさんと思ってたんですよ。で、私ずっと RM さんと一緒にいた。そうそう、RM さんと一緒にいて、死ぬと思ったらマリコさんがプーってきたから、お、これやばいかもと思って、その何、そうそうそう、タイムだと思って、RM さんとマリコさんと僕、うん、結構一緒にいたんですよね。ずっと一緒にいて、RM さんと二人きりの時間もいっぱいあったんで、そうそうそう、あって、さんが離れた途端にってこと？そう、僕マリコさんと RM さんから離れて、うん、どうしようかなと思ってたら。死体発見になったんで、3人一緒に見たんですよ。ちょっと怪しいなと思ったんですよね。そう、いや、私最初に RM さんが白だったっていうの分かってたんで、RM さんとずっと一緒にいたんで、でもそれ通しやすいから、いや分かんねえこれ。マリコさん、僕は反応したじゃないですか。いや違いますよ、私は砂肝さんが RM さんの死体が見えた時に砂肝さんがスッと追いかけてきたんで逃げたんですよ。それは違うでしょ。やばい、で、キルクールタイムがあることを思い出して、あっと思ったんで、やったら砂肝さんがおそらく報告したんで、マリさんがキルクールタイムだったじゃん。これって、自分が殺しても報告できるんですかね。うん、できます、確かに。なるほど、なるほど。多分、そう、だから、私は砂肝さんに入れます。はいはいはい。僕は、いや、絶対マリさんが、いや、わかんないな。わかんないな。僕はマリさんがキルしてクールタイム中に僕に発見されたから報告しようと思って。マリコさん、もう大丈夫だ。向こうで詫びとけ。嫌な言い方。最悪。殺されました。どうだろう。はい。マリコ。くっそーくっそー。本当にマリさんが、マリさんが全く言った通りです。僕が RM さんがすれ違ったんで、なんかしれっと殺したらマリさんに見つかったんで、報告される前に僕が報告してマリさんが殺したって。やりやがったな、あ、マリコさん。そうか、やりやがったな、砂肝。いや、やっぱりミクさんもさ、じゃあ僕はね、もう本当に二人で。